川選手騎乗します。この北総アソナは千葉県にあります北総ファームで生産されましたサラブレッド、9歳になります女性された馬センバです。ワンダーブルームとサンライトクロユリの産駒、競走馬時代も同じく北総アソナという馬名で、大井の高岩高俊調教師のもと19戦しました。この北総アソセナ、2017年の6月5日の大井競馬場での競争を最後にこのように乗馬として転用されました。さあそしてただいまゼッケン4番の本間敦香選手と成風がゴールを切りました。走行タイム5分08秒、5分08秒はタイム減点が 3.2 点、減点 3.2 点がつきまして2日間のトータル減点が46点。そしてこれからスタートしていきますのはゼッケン6番の選手、八王子乗馬クラブより伊丹姫香選手と名勝負優です。さあこの陣馬は2021年そして2022年全日本ジュニア総合の馬術大会2連覇を果たしておりますコンビです。子供が全部やってくれたからな、今やってたら。そうだね、うなんか4人いて1人だけだな。伊丹選手と名勝負優、昨日行われました馬場馬術競技では 65.56% を獲得しまして減点が 34.4 点、現在第6位の陣馬。